ブンブン。あれ YouTube。レオンだ。まぁ、今回はですね、J1、アルビレックス新潟についてお話ししようかな、こういうふうに思います。今回ですね、まぁ、アルビレックスのその順位云々とかね、まぁ、そんなどうでもいいとか、まぁ、残留は多分できるでしょう。横浜 FC がいるんでね。まぁ、それは、のんびりやってくれたらいいですわ。はい。今回ですね、ちょっと気になってるのは、アルビレックス新潟のトップ下ですよね、ミッドフィルダー、伊藤、なんていうんですか、良太郎、彼が今ちょっと話題になってますよね。かなりこうね、J1 に昇格してきて、活躍してると。ゴールも上げてるんですかね。ゴールは2点ぐらい取ってるのかな。ポジションはトップ下っていうところで、俺もそこまで詳しくは見てないんですけども、まあ、いわゆる今シーズン、まあ、ブレイクしてるとこういう形だと思うんですよね。はい。でですね、何やらまあ、ネットのね、まあ、それこそ YouTube なんか見てると、アルブレックス新潟の伊藤良太郎ね、日本代表にみたいな感じで、これちょっと待てと。ちょっと J1 で2、3試合活躍したぐらいでね、日本代表にってね、もうちょっとやめてもらえる？そういうの。うん。千年早いから。うん。森保ジャパンっていうのは敷居がまず高いんですよ。で、森保ジャパンじゃなくても、俺の日本代表だったとしても、そんな簡単に呼ばん。うん。やっぱね、日本代表になるためには、まず海外で活躍すること。もうそっからがスタンダードやから。そんな J1 でちょっとさ、それも、アルビレックス新潟ってまだ今どう現実的には残留争いでしょそんなチームでちょっと活躍したぐらいでさ、日本代表なんて宣伝早いよ。何をもってそんなこと言ってんのかなって逆に。俺は問いたい。うん。これがね、もっとなんかそれこそスペインとかドイツとか、プレミアとか、そんなリーグに移籍して活躍してんやったらね、よくべきやと思うんですけど、ちょっと活躍したぐらいでね、日本代表にっていう声はね、やめてほしい。森保に対して失礼。俺に対しても。うん。なんで、伊藤良太郎くん、まあ、これからね、活躍していければ、またね、俺も見ていこうかなと思うんですけども、まあ、言い方変ですけど、まあ、ポットでの選手がね、そんないきなり日本代表で、に呼ばれるほどね、甘くないんですよ、今のもう日本代表っていうのは。もうそれこそ次のワールドカップとか、オール海外組になる可能性だってあるわけですよ。そんな状況の中で、いきなり日本代表とかね、いやいや、ちょっと待てと。まずは海外行ってからやと。いうところを、アルベックス新潟のティフォージ、そして伊藤君に伝えたい。うん、そんな甘くねえぞ、ね。うん。そんななんか、日本代表の敷居が低くしてもらうとね、逆に困る。逆にね。うん。今、海外行っててもね、なかなか選ばれないんですよ。古橋なんかすごいでしょ。あんだけセルティックで量産してるけど、レベルが低いって言われてんよね。うん。じゃあ、アルビレックス新潟セルティックレベル高いんですかっていうことじゃないですか。なわけないでしょ。うん。だから、別に彼のこと悪くつもり、言うつもり一切ないんですけど、日本代表の士気はそんなに甘くないと、低くないと、いうことをまず知ってほしい。うん。だから、それこそさ、もう、まあ、トップ下なんだけども、それこそ2試合に1点取るとかね。もしくは、この6月ね、また移籍ウィンドウが開きますから、海外のウィンドウも。とか、ブンデスリーガーとかね、プレミアリーグとか、プレミアいきなり行けないんであれなんですけども、まずブンデスリーガーあたりかな。そっからよ、スタンダードは。舐めんじゃねえぞ、と。っていうことをね、まあ本人にというよりも、伊藤くんを日本代表にって言ってる奴らに伝えたい。舐めんなよ、と。海外サッカー、日本代表と。J リーグはそこまでレベル高くねえと。っていうことなんですよ。なんで、なんか伊藤良太郎、まあ、日本代表にってよく言ってる人たち、もう言うのやめてくれんかな。うん。さすがにちょっとね、森保に対してリスペクトをかけてる。世界の森保に対して。うん。森保はそんなに甘くないから。はい。っていうことなんで、まあ、これからもね、まあ、とりあえず伊藤良太郎くん、見守っていきたいな。どういうプレーするのかね。まあ、ちょっと注目されて、ポシャル選手いくらでもいるんで。まあそうなるのかならないのか、よくわからないですし、まず海外に行けるかどうか、そこもよくわかんないですけど。まあ本気で日本代表になりたかったら、海外行きなさい。はい。それしかないです。アルビレックス苦手でダメ。